ウクライナ航空はかつてウクライナに存在した航空会社である。ウクライナの独立後、国内外の路線を運航し、ウクライナのフラッグキャリアの役目を果たした。2002年に運航を停止し、2004年に航空運送事業許可が取り消された。ウクライナ航空は、ウクライナの独立した1992年に、同国の国営企業として創立され、運航を開始した。 本社は首都のキエフに置かれた。ソ連時代のアエルフロートキエフの機材と路線を受け継ぎ、ウクライナ国内にあったアエルフロートのその他の死者も吸収し、一時は巨大なフリートを誇った。1990年代を通じ、アエロスビート航空やウクライナ国際航空などと、共にウクライナを代表する航空会社となった。しかし、経営は振るわず2002年12月には、 ウクライナ政府によって倒産が宣言され、再建が開始された。再建計画は、ウクライナ航空、アエロスビート航空、ウクライナ国際航空を合併して新たなる、ウクライナ航空を創設し、ウクライナのフラッグキャリアーとするというものであった。しかし、この計画は失敗し、それらの経営権は政府から他へ移った。ウクライナ航空は廃止され、各部門は、 他のウクライナの航空会社へ吸収された。貨物部門はアエロスビード貨物に移った。2003年時の運航機材。1993年の時点で以下の機材を保有したが売却や退役によりすぐに機数は減少した。その他時期によって以下の機材を保有した。ありがとうございます。